徳川九代将軍徳川家をテーマにした文学作品。イントロダクション。徳川家は日本の歴史において非常に有名な家柄で、特に徳川九代将軍である徳川家は江戸時代後期に君臨し、多くの改革や政策を行いました。彼は幕府財政の改革や藩の統制、銀座の整備など当時の社会に大きな影響を与えました。また彼は西洋文化を取り入れることで日本の文化や技術の発展にも貢献しました。今回はそんな徳川家をテーマにした文学作品について詳しく紹介したいと思います。徳川家を描いた文学作品。徳川家康、司馬遼太郎著。徳川家康は徳川家の始祖である徳川家康を主人公とした小説で、司馬遼太郎によって書かれました。この小説では徳川家康を通じて徳川家の歴史を描いており、その中でも徳川家が実行した政策や改革、彼自身の人物像についても描かれています。また彼が将軍として君臨するまでの様子や彼が当時の社会に与えた影響についても触れられています。影武者徳川家康氏、山田風太郎著。影武者徳川家康氏は徳川家康の影武者であった三河屋宗次郎を主人公とした小説で、山田風太郎によって書かれました。物語は家康が亡くなった後、家康の死を隠すために宗次郎が家康の代わりを務めるというものですが、家康の死後に徳川家が後を継いだことも描かれています。徳川家が将軍として君臨するまでの経緯や彼がどのような人物であったのかについても触れられています。また彼が当時の社会に与えた影響についても物語中で語られています。徳川家康と三人の女、司馬遼太郎著。徳川家康と三人の女は徳川家康が三人の女性とどのような関係を持ったかを描いた小説で、司馬遼太郎によって書かれました。この小説でも徳川家が重要な役割を担っており、彼が家康の後を継ぐまでの様子が描かれています。徳川家がどのような人物であったのかについても物語中で語られています。また彼が当時の社会に与えた影響についても物語中で描かれています。結論。徳川家は徳川家の歴史において重要な人物であり、多くの文学作品に登場します。中でも徳川家康、影武者徳川家康氏、徳川家康と三人の女は徳川家をテーマにした作品として特に有名です。彼が当時の社会に与えた影響や彼自身の人物像について深く理解することで、日本の歴史や文化についてもより深く理解することができます。また他にも徳川家に関する情報を得ることができる歴史書や文学作品がありますので、ぜひ読んでみることをお勧めします。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。